残り33秒。青井さんもう危ない。終了。シハンの勝利です。あとシハンね、798。だから4分の1くらいください。まあ、4分の1、5分の1くらい。43だぞ。マジで3人じゃないですか、コラボやって。石井東先生が1個上なんで。やばっ。いや、それでもすごいな。42ですか。今年で今年になります。猿年ですか。猿年です。一回り、やばそうや。今年30なんで。やば、一回り違うわ。やば。いや、やっぱ猿年は男前ですね。もう考えたら頑張った方がいいな。すごい。42はすごいわ。見事にやられました。勝てん。42歳はすごい。一回り違うから年齢非公開かもしれない。いや、しんど。これむずいな。ちょっと同じぐらいのテコンドーの選手と やりたかったな。ああ、よく言われましたね。福地さんとやった時もそれ言われたんですよ。なんかエバタやからこうやられるのか、テコンドルールやからやられるのかわからない。いや、本当にそれ本当に思うです。全然入れもん。もう蹴ら届かんから蹴らんとこと思って蹴ったら絶対入らんで、蹴ったらカウンター食らうのに。むずいな。ちょっとしんどいんで、なんかお願いします。だから、もうこれ本当は237ですから。やばいですね。で、その全日本とかなんですか。全日本とか。これを僕らトーナメント式でやって、1試合終わったらもう1時間ごとの2試合なんで。もう本当にね、まっすぐくなって、もうほんまね、毎回どう生きがいだすんですからね。もう最大何回ぐらい。最大6回ぐらい。6回ぐらい。すごい。僕も最大は6回まで。5、6回だと思いますね。こんな感じです。キョルギって言うんですね。キョルギって言いますね。キョルギって言いますね。プンセンですね。そうよ。なんだかと、テコンドーあるじゃないわ。挨拶です。チョンホン。あ、すごい。なんかそんなことやっても赤と白。赤と赤。青だ。はい。もうネタが尽きてしまった。じゃあちょっとこの後子供たちにね、横田選手の蹴りをちょっと教えていただきたいなと思って、まあそれをちょっとダイジェストで流しながらやっていきましょうか。めちゃくちゃ疲れたんです。アクエリオンください。ありがとうございます。じゃあすいません、今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございます。